はい。それではですね、今回は行列式の存在ということで、行列式を前回まで定性的に、すなわち多重線形性や交代性、対価性といったもので定義してきたわけですけれども、まあ、その結果ですね、行列式としては、このような、時間行列の行列式、単位行列の順、列の順序を入れ替えたものによの行列式の値、プラスマイナス1ですね、まあ、不合数と言われるものと、それから、 まあ各列からですね、行を重複せずに選んだんですね。でそのどの行を選んだかっていうのを一列目から順番に並べた順列を全てにわたって N の解除通り走らせて、えー、得られる式。まあ、この式が具体的に行列式の形として得られたわけですが、まあ、この形はですね、結局この定性的定義を満たすということであれば、ああ少なくともこの形にならなければならないという必要条件で、 一時性を保証していたわけですね。この形以外ないですよということですね。あの、単位行列における値が1でなければ、単位行列における値かけるこの形になると。単位行列における値が100だったら100倍のこの式になる。というようなことをですね、やってきたわけですね。で、逆にこの式はですね、そのような性質を実際に満たすのかという十分条件の検証を今回は少しやってみましょうと。これはつまり、この行列式は実際ですね、 定性的に定義しましたけれども、存在するということを言おうというわけなんですね。はい。ということで、今回のテーマはこの十分条件、存在性ということになります。まず、多重線形性については前回もちょっとお話ししたんですけれども、この式がですね、各列ベクトルに注目したときに、列ベクトルの,この各成分が必ず出てくる。つまり、まあ、各成分について定数項はないわけですね。 えー、ここの、えー、一列目とかが、例えばすべての成分がゼロだったとしても、すると、この値はゼロだと。ということは、ま、定数こない次式であって、で、しかも、あの、重複がないわけですね。えー、一列目から二つの、二行目と三行目が出てくるとかですね。そういうのが、こう、この席に出てくることはないので、まあ、要するに一次式になっているということなんで、これは、まあ、あのー、線形写像と行列でノッのとの席でかけるっていう話のところで学んだように、 え、これは線形性を持つと。それは各列についてすべて言えるわけですから、各列対等に言えるということで、すべての列に関して線形ということで、多重線形性ということは言えます。対価性をですね、主に使ってこの式を出して、最初に項、項の数をですね、円の解状まで減らしたわけですけれども、ここではですね、この式が交代性を満たすということをまあ確かめたいと思います。まあ、以前にも言いましたように、後で、 つぶし,しますが、多重線形成の方と交代性と耐火性は同値だったので、まあ、交代性が言えれば耐火性も言えるということなので、交代性をですね、えー、確認しておきましょうと。で、まずですね、シグマというのをまあ順列とします。シグマダッシュをですね、シグマの2つを入れ替えても、どっか2カ所ですね。 例えば、2、5、3、1、4という5の、五個の順列だとすると、まあこれを入れ替えた、例えば2、3、5、1、4とかですね、最初の2つ入れ替えた5、2、3、1とかですね、まあとにかくどっか2つ入れ替えたものをシグマダッシュというふうに書くことにします。だからシグマダッシュは、まあ、あの、決まらないんですけども、どれか1つ入れ替えたものですね。そうすると、この符号数がですね、必ず1回判定しますということですね。これは点灯数が あの、一個増えたり減ったりするということを確かめないといいわけなので、まあ、どこでやっても一緒でいいので、まあ一応ここではですね、簡単のために、はい、えっと、1列目と2列目、最初の2つですね、シグマ一シグマ二っていうのがシグマ3とあったときに、この2つを入れ替えたシグマ2、シグマ1っていうのを、こういうふうにしましょうと。つまり、シグマ、シグマ i ダッシュっていうのは、シグマ一ダッシュはシグマ2で、シグマ二ダッシュは シグマダッシュ2はシグマ1で、シグマ3ダッシュ以降はシグマ3と等しいと。まあそういうことですね。というふうに仮定しましょう。そうすると、もし、シグマ1とシグマ2の関係がですね、まあシグマ1の方が大きいということであればですね、これは、ここでこの、その前回の記号で M2 イコール1なんですね。そうすると、もしもこれを入れ替えたシグマ2、シグマ1を考えると、M2 の部分が0になるんですね。対称関係がシグマ2の方が小さくなるので、シグマダッシュ1の方が小さくなるので、 これゼロになるんですね。ということなんで、まあ、あとは、あの、シグマ3からシグマ N に関しては、あここから見てですね、左側がどうなっているかという状況は、は一切関係ない、変わらないわけで、トータルの点灯数は、まあ、1減ります。でも、シグマ1の方がもともと小さければ、あ逆に今度は M2 があ0から1に変わるので、増えるわけですね。まあ、いずれにしろ点灯数はプラスマイナス1になることは分かりますので、えー、符号が変わるということはですね、これで言えるわけですね。 それではですね、えっ、ー、と、行列式がですね、実際この、この形で与えられた式がですね、このスターの式がですね、交、ま、代、あ、性を満たすということを確かめてみましょうと。で、えー、簡単のためにこの B、まあ、これも最初の2列を交換するというふうにしますけれども、まあ、一般はですね、あの、この12のところ IJ にしてやれば、話は全く一緒ですので、えー、まあ、それ、そのように、まあ、考えてください。 まず B を、この BIJ7 っていうのを、この A の1列目と2列目、これ、まあ、あの、基本行列ですね。右からかけてますので、1列目から2列目の交換が起きますので、まあ、1列目と2列目を交換した行列です。そうすると、この行列の行列式、ここで当たるこの式が、要するに、マ、え、イ、ー、ナス DA になればいいわけですね。まあ、目標はここですね。マイナス DA ですね。で、えー <laughs> このシグナチャーのシグマの BS11 っていうのは、これ今この上のこの式なわけですけども、ここでこの B の IJ っていうのを A の IJ に置き換えます。要するに最初のこの BS11 っていうのは A、B のシグマ11っていうのは何かというと、A のシグマ12になるんですね。ですね。この BI1 っていうのは AI2 で、 BI2 っていうのは AI1 になるんですね。ですから、ここが、要するに、まあ、入れ替えが起こって、こういうになります。こうなりますね。はい。で、えっと、これをですね、えっと、A の、この、2列目と1列目ですから、これ入れ替えると、こういうふうになるんですけども、で、まあ、ここはだから、あの、ここの席の順序を入れ替えただけですね。この次の、ここはね。こ、まあ、れは、それまだ、まあ全然変わらない。まあ、単に、この、この B を A に書き換えただけですね。 はい。で、つまり、ここ何が起こっているかというと、おまあ、ここの、普通の A のこの式、この星の式に比べると、1列目のから選ぶ行数のシグマ1と2列目から選ぶシグマ2が、シグマ2、シグマ1になっているということですね。ということで、えー、このシグマに関してこう走っているわけですけれども、まあ、ここは一緒なんですけれども、これをです、これに対して、まあ、シグマダッシュというのをですね、えー、先ほどのように、シグマ2、 シグマ 1, シグマ3というふうなものとしてやるとですね、え然こう、シグナチャー、シグマはマイナスシグナチャー、シグマダッシュになるんですね。このシグマ2っていうのは、要するにこれは何かというと、えっと、シグマダッシュの1、1ですね。A、シグマ1ダッシュの1、で、A、シグマ2、シグマダッシュ2の2というふうになるんですね。 ということで、こう、一応、こう、シグマがこういうふうに、えっと、順列を走るわけですけども、シグマがすべての順列を走れば、このシグマダッシュも当然、すべての順列を走りますね。はい。まあ、お互いにその、順列同士で最初の二つを入れ替えるっていうことで、一対一に対応しますから、え、シグマダッシュを走ると。いうことで、この式はですね、え、この、この、これの和という式はですね、ここシグマダッシュに置き換えることによって、A の行列式の式、この式になるんですね。この式になるんですね。 ということで、マイナスがついてますから、まあ、マイナスの da ということになるんですね。はい。まあ、このようになる。ということですね。はい。ということで、えー、これで交代性が示,し示せました。多重線形性のもと、交代性と対価性は同値という話を以前やりました。行列式、えー、en における行列式の値が1であるということは、この式における値が1であるということは、まあ、これは簡単に示せましたので、これで、えー、存在、十、え、分、ー、条件が示せたと。 ということになります。はい。それでは参考までにですね、えー、不合数の一位置性の証明のまあ概略をちょっとお話ししておこうと思います。SN をですね、順列なんですけれども、SN をですね、えー、1から N の集合から1から N の集合の全体てと見なすことができるという話を以前やりました。で、これをですね、このようにですね、表記します。この意味はどういう意味かというと、1に対してシグマ1、2に対してシグマ2、N に対してシグマ N の対応させると。 そういう意味だということですね。はい。まあ、このような表現をします。で、このような表現をしたものを、まあ、痴漢というふうに言うんですね。はい。まあ、要するに、痴漢というのは、え、あの、有限個のある集合、まあ、有限個でなくてもいいんですけども、ある集合の全単者を、まあ、痴漢と置き換えだというふうに言うわけです。で、これは、まあ、写像なのでえ、合成ができるわけですね。で、全単者を合成しても全単者なので、えー、まあ、シグママルタウと、シグマとタウというのはどちらも、 この SN の弦だとすると、シグママルタウっていうのが定まるわけですが、これをまあ積というふうに呼んでですね、シグマタウと単に丸をつけずにシグマタウと書くんですね。そうすると、この積に関して、単位元、単位は高等写像ですね。すべて1から N の1から N そのままに移すと高等写像とか、それから結合法則ですね、シグマタウ、ニューっていうのがシグマ カッコタウミュートですあ。ごめんなさい。シグマタウミューがシグマカッコタウミューですね。これ結合法則が成り立つとかですね。えーまあ、そういった性質が成り立つですね。であと、えー、シグマに対してシグマインバースがあって、かけたら1になると。ということでね。まあ、そういう性質を満たすものを、まあ、群っていうふうに言うんですけれども、グループっていうんですけれども、群ですね。はい。まあ、群というふうに言うようなものは、いろいろ世の中にあるんですけれども、まあ、その一つの例になって まあ、シグマタウとタウシグマは、まあ、一般に違うものですので、えー、まあ、これは、あの、非可換群というものなんですけれども、まあ、こっち換群というよりも一緒で、えー、SN 全体のことを、ま、N ー対象群と呼んだりします。はい。で、えー、この、循環置換っていうのをですね、ま、定義します。この循環置換っていうのはですね、何かというと、えー、例えば、357っていうのはこれ何かというと、これは、えー、まあ、これ1から、 S7 の弦だとするとですね、1、2、3、4、5、6、7に対して、1はそのまま、2はそのまま、3は5を対応させ、4はそのまま、5は7を対応させ、6はそのまま、7は3対応させ。まあこう、3は5、5は7、7は3に行くと。こういうふうな、循環するわけですね。循環するわけですね。3、5、7行ってこ 3, 5, 7, こ、こう、3、5、7、3とこういうぐるっと回るという、そういう感じなので、 えー、巡回値観というふうに呼びます。はい。特に2個だけので,ですね。えー、3が1点、5が3に1と、3が5、5が3で、あとは全部そのまんまというようなやつは、五感というふうに呼びます、まあ。互いに入れ替えるだけというやつですね。で、えー、2の巡回値換は五感の席にかけるというのが言えます。これは簡単で、例えば1、3、2というのは、1、2、1、3なんですね。 まあ、いっぱいにだから、こう、p, q, r, ててて、s ってなったらすると、これは、えー、ps, ててての p, q みたいな感じで書けるんですね。一応こ,こで確かめてみると、1は3に行き、ここで何も変わらないと。ですね。3は1に行き、ここで1は2に行きますか3は2に行くと。つまり、1は3、2は、2はここで何も変わらず、これ1に行くと。で、3は1に行って2に行く。 ということで、1、3、2ですね。1、3、2って、こういう巡回値間なんですね。はい。ということで、まあ、このように巡回値間は、五かの席にかけて、で、今、2の、おー、値ですね。2の値間は、まあ、この共通部分のない循環値間の席にかけると。まあ、これ、ちょっと、まあ、あの、えっ、ー、と、ちょっと簡単な例を挙げとると、1、4、5、1、2とか。 適当に書くと巡回位置換それ自身がもう1個の巡回位置換になってしまいますが、これはこうですね。これ1、4と、これは2、3、5ですね。まあこういう感じで必ず1個以上の巡回位置換それ自身が巡回位置換であれば巡回位置だし、まあ巡回位置感2個とか3個の積にかけたりすす。巡回位置換は5巻の積でかけるわけですから、結局全体として5巻の積でかけるんですね。はい。ここに例が一応ありますけども、こういうふうに形でかけますと。 ということでですね、えー、まあ、様々な、その、痴漢というのはすべてこの五感の席で書けるんですけども、ここで、え、まあ、多項式、N 変数の多項式に対してシグマを作用させるという、ちょっとここ難しいので、まあ、あの、軽く流してもらうことにしますけども、え、シグマ F というのをですね、こういうふうな多項式であると定義します。はい。まあ、変数を入れ替えるわけですね。変数の添え字に、この置換群、痴漢群対象群の弦を作用させる。 作用させるっていう、ま、ちょっと正式な用語なんですけども、まあ、ここでは、え、イメージで捉えているってもらって、そうすると、まあ、こういうシグマ1、シグマ2っていう積を F に作用させたものは、シグマ2に作用させたものにシグマ1を作用させたものだと。こういう性質があるんですね。はい。まあ、これ、あの、まあ、こういうのを満たすのを作用っていうんですけども、アクションっていうんですけグループアクションっていうんですけども、まあ、これを使うと、まあ、左積ですね。え、左積っていうのは、 例えば、参考だと、x3-x1、x3-x2、x2-x1 というふうな、こういう、まあ、すべての多項式の差の積ですね。ただし、まあ、代償関係を、こう、i と j の、こう、i 大なり j。まあ、もしくは i 小なり j でもいいんですけども、とにかく、すべての組み合わせに関して、この差の積を取った。これは差積と。 で、そうすると、このシグマ、五感を取ってきてですね、何かこう、えー、3と5を入れ替えるとか、そういう五感を取ってきて、シグマをこのデルタに作用させると、多項式全体としてプラスマイナスデルタになるという性質がすぐに確認できますので、これを使って、この五感の席で変えた時に、えー、ときに、シグマというこの2の値間をですね、こう作用させたときにですね、シグマデルタはデルタなんですけど、これは結局この情報性がありますから、 えー、まあ、どういう書き方でやっても、それは結果は一緒になるはずですよね。シグナチアこの、と、これをシグナチャシーマと定義するんですけども、これは、こういう情報性がこの情報性がありますので、まあ文、軍で順動系というものになるので、これは、あの、五感の席の書き方によらず、これが決まるということは言えるんですね。まあ、そういう形で、えー、まあ、証明します。まあ、厳密な証明はちょっと、ここではやりませんけれども、まあ、参考までに解説をしておきました。